弾丸論破、前回に続けてプレイしていきましょう。さて、一度の緊張が緩みかけたその時、何が起こったのか。突然それは始まった。ダメだ、完全になんかピザ屋のバイトを思い出す。ファイブナイトアットフレディーズを思い出すな。全部聞こえてるよね。ではでは。それは場違いなほど能天気で明るい声。それゆえに僕はその声に強烈な不快感を抱いた。例えば事故現場で鳴り響く笑い声のように思わず眉をしかめたくなるような不快感。新入生の皆さん、今から入学式を執り行いたいと思いますので、中体育館までお集まりください。ってことでよろしく。は？何なの今の。じゃあな、俺は先に行くぞ。ちょっとなんでいきなり行っちゃうの。もしかすると入学式。なるほど、そういうことね。これは入学式って催し物の一部だったっていうか。笑えんべ、こいつは笑えんべ。実際リアルに笑えんべ。だべ。じゃあ俺も行くとすっか。お次はどんな趣向のイベントかなと。せっかく人の夢しようと思ったっつうのに、休憩やめよマジで。あ、待って、一緒に行く。では私も先に失礼しますわ。どうせ私も気にしないでしょうけど、私も行くわよ。行っちゃおうよ。あ、誰も気にしてないでしょうか。ゾロゾロと体育館に向かう面々を横目に、僕はその場を動けずにいた。頭に浮かんだ嫌な予感がどうしても頭から離れなかったせいだ。だけど、そんな考えなのは僕だけでもなかったようで。本当に大丈夫なんですかね。やばいよ。今の校内放送にしたって妙に怪しかったしね。でも、ここに残っていたとしても危険から逃げられるわけじゃない。それに、あなたたちだって気になるでしょ。今自分たちの身に何が起きているのか。なるほど。先に進まぬ限りは何もわからぬままということか。ならば行くしかあるまい。絶対この子に守ってもらった方がいいよね。対人戦だけなのかな。対人戦だったら多分敵なしでしょう。確かにそうだよな。いや、ちょっと、いや、かなり不安だけど、行くしかないか。体育館だったよな。あ、セーブする？これでも、やばいよ。これ普通に行っちゃっていいのかな？外に出ますか？はい。体育館。この、あれか。奥んとこか。ここっぽいな。体育館。マップ出しながら動けるの本当に便利だな。おいおい。それにしてもよ、希望ヶ峰学園がこんな辛気臭い場所だったのな。どちらかっていうと、俺のいた鑑別所みてえだ。いや、それよりひでえかもな。それに、どうして誰もいないんですか？今だって校内を歩いても誰とも会わなかったし。やばいよ。なんだかさ、マジでやばいんじゃない？僕らを驚かせようとしているだけだろう。あの鉄板だって外で外してくれに、後で外してくれに違いない。どちらにせよ、腹をくくるほかあるまい。補欠にいらずんば、孤児を得ずた。別にビビってるわけじゃねえんだ。言ってやろうじゃねえか。俺様を呼び出しやがったのはどこのドイツだ。どういうつもりだ。おい、大田畑君、校内は走ってはいけないんだぞ。では。かっこいい。惚れるわ、この子。大神さくらね。いいね。フィギュアとか売ってないのかな。ちょっと欲しいんだけど。では我も行くとしよう。あ、待って、一人にしないで。はい、チュートリアルでございます。でもこれキャラクター名とか調べると最悪ネタバレを踏むからな。怖いな。
部屋の中では Y ボタンで周囲を観察することが可能でございます。観察によって調査対象を簡単に発見できます。ご連絡遅れてしまい、遅れまして申し訳ございません。なんか見たな、一回。この学園ずいぶんテレビが多いな。さっきの変な校内放送のためじゃないよね。刀？これはショーウィンドウかな。トロフィーやら盾やらが飾られている。この学園に集まってくる生徒は超高校級の人ばかりだし、これはほんの一部なんだろうけど。無言。彼女はなんだか一人だけ冷静のようだな。気のせいか、黒幕か。他の生徒さんたちはどこに行ったんですかね。どうして私たちしかいないんですかね。ねえ、やばいよ。なんかヤバげな雰囲気なんですけど。じゃあヤバげな場所に行くんですけど。不安と恐怖を抱えながら校内放送で指定された体育館へとやってきた。そこで僕らを待ち受けていたのは入学式みたいだね。どっからどう見ても。おう、ほら俺の言った通りだべ。実際のとこ普通の入学式じゃないか、とハガカリ君が言った直後だった。僕らが普通じゃない光景を目の当たりすることになるのは。おい、全員集まった？それじゃあそろそろ始めようか。完全に緑のタヌキが頭の中をうろつくんだよな。水置いてあるんだな。ぬいぐるみじゃないよ、僕はモノクマだよ。僕の言い方が完全にあれなんだよな。君たちのこの学園の学園長なのだ。ここまで何かに視線を奪われたのは生まれて初めてだったかもしれない。だけどその対象があんなわけのわからない物体だなんて。よろしくね。よろしくね。それは間違いなほど明るい声、それは間違いなほど能天気な振る舞い。僕の抱いていた不快感はいつの間にか底知れぬ恐怖へと変わっていった。ぬいぐるみが喋った。落ち着くんだ。ぬいぐるみの中にスピーカーが仕込んであるだけだろ。こらこら、だからさ、ぬいぐるみじゃないって。学園長モノクマなんですけど。しかも学園長なんですけど。わあ、動いた。落ち着くんだろ、ラジコンかなんかだ。ひょぼー、ラジコンなんて子供の人と一緒にしないで。深く、マリアナ海溝よりも深く傷つくよ。僕にはNASAも真っ青の遠隔操作システムが搭載されてて、って夢をデストロイするような発言をさせないでほしい。クマ、クマベタですわね。じゃ進行も、押してるんでさっさと始めちゃうなりよ。あんた完全に違うんだよな。あのコロスケになってんだよな。キャラがブレてない。ではご静粛に、ご静粛に。ではでは、うん、諦めたな。おはようございます。キリ、お前ら、おはようございます。おはようございます。あ、偉いね君はね。言わなくていいわよ。ではこれより記念すべき入学式を執り行いたいと思います。まず最初にこれから始まるお前らの学園生活について一言。お前らのような才能あふれる高校生は、世界の希望に他なりません。なんかお前らっていう言い方をするとすごいなんかガキ使みたいな。そんな素晴らしい希望を保護するため、お前らにはこの学園内だけで共同生活を送ってもらいます。みんな仲良く秩序を守って暮らすように。は？そしてですね、その共同生活の期限についてなんですが、期限はありません。つまり一生ここで暮らしていくのです。それがお前らに課せられた学園生活なのです。なんて言ったの、一生ここで。うん、あ、心配しなくても大丈夫だよ。予算は豊富だからお前らに不自由はさせないし。ちょっと待ってください。そういう心配しなくて。え、つーか何言ってんの、ここで一生暮らすとか嘘でしょ。本当だよ、本当だよ。僕は嘘つきじゃない、その自信が僕にはある。ついでに言っとくけど、外の世界とは完全にシャットアウトされてますから。だから汚れた外の世界の心配なんてもう必要ないからね。汚れた？
汚れたってなんだ、なんか引っかかるな。なんかふわっと嫌な予感がしたけど触れないでおこうか。シャットアウトって、いや普通にそのなんだろう、外の環境っていうかその人間社会が汚いってことじゃない方の汚さが頭をよぎったけど、じゃあ教室や廊下にあったあの鉄板は鉛かな、僕たちを閉じ込めるための。そうなんだ、だからいくら叫んだところで助けなんて来ないんだよね。そういうわけでお前らは思う存分この学園内で、学園内だけで生活してください。おいおい、なんなんだよこれ、希望神で学園が用意してくれたにしてはいくらなんでも悪ふざけが過ぎてるんじゃ。てめえ大概にしろよ。ほらそれ以上は冗談で済まさねえぞ。さっきから嘘だの冗談だのって疑い深いんだから。しょうがないな。でもそれもしょうがないか、隣人を疑わなきゃ生き抜けないご時世だもんね。あ、それが汚さかな。ま、僕の言葉が本当かどうかは後でお前ら自身が確かめてみればいいよ。そうすればすぐにわかるから、僕の言葉が純度 100% の真実だってことはね。そんな、困りますわ、こんな学校でずっと暮らすなんて。おやおや、お前らもおかしな人たちだね。だってお前らは自ら望んでこの希望神音学園にやってきたんでしょ。それなのに入学式の途中でもう帰りたいとか言い出したんでさ。あのね、ま、だけどぶっちゃけた話ないわけじゃないよ、こっから出られる方法。本当？実は学園長である僕は学園から出たい人のためにある特別ルールを設けたのです。それが卒業というルール。ではこの特別ルールについて説明していきましょう。お前らには学園内で秩序を守った共同生活が義務付けられたわけですが、もしその秩序を破った者が現れた場合、その人物だけは学園から出ていくことになるのです。それが卒業のルールなのです。なんだ、秩序を破るって。その秩序を破るとは何を意味するんだ。それはね、人が人を殺すことだよ。普通のなんかデスゲームとは逆なんだな。普通ね、なんか最終的に一人残ったら OK みたいな感じだけど、人を殺せば出れるのか。殺す？はい。いっぱい並んでるな。自殺、撲殺、断殺、小殺、圧殺、暴殺、断殺、受殺。殺し方は問いません。誰かを殺した生徒だけがここを出られる、それだけの簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるようせいぜい努力してください。ゾワリとした。誰かを殺した生徒だけがここを出られる、その言葉を聞いた途端、猛烈な寒気が足元から背中を通り頭のてっぺんまで一気に駆け上がっていった。こんな脳汁、ほとばしるドキドキ感は、鮭や人間を襲う程度じゃ得られませんな。さっきも言った通り、お前らは、いわば、世界の希望なわけだけど、そんな希望同士が殺し合う絶望的シチュエーションなんて。エクストリーム。エクストリーム。なんだそりゃ。何言ってんだつうの、殺し合うって何なんだよ。は？殺し合いは殺し合いだよ。辞書ならそこらに。意味なら知ってるって。そうじゃなくて、でも殺し合いって多分載ってないと思うよ辞書に。どうして私たちが殺し合わなきゃいけないの。そうだそうだ、ふざけたことばかり言うな、さっさと家に帰せ。ばっかりってなんだよ。ばっかりばっかりなんて言い草ばっかりするなっての。イライラ、本当に物分かりの悪い連中だよ。何が返してた、同じことを何度も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 。いいかい、これからはこの学園がお前らの家であり世界なんだよ。やりたい放題、やらしてやるから、やってやってやってやりまくっちゃいっつの。おいおい、いつまで続ける気だ。ダメ、もう十分びっくりしたからよ、そろそろネタバラシにすんべ。はネタバラシ、
そうじゃねえのか。いやだからドッキリなんだろ実際。もういい、てめえはどいてろ。カガクリ君を押し抜けつつ最前列に立った大和田君はまるで地響きのような声でモノクマに凄んだ。おいこら、今さら謝っても遅いぞ。てめえの悪ふざけは度が過ぎた。どうしたの？悪ふざけ？それって君の髪型のこと？ジョースケみたいな。おたけびとともにドンと何か爆発したような音が響いた。大和田君が足元の床を蹴り上げた音だった。跳躍した彼の体は弾丸のように一直線に突き進んだ。獲物へと向かって一直線に。捕まえたぞこら！ラジコンだかぬいぐるみだか知らねえが、バッキバキにひねりつぶしてやんよ。キャー、学園長への暴力は暴力違反だよ。くせ、今すぐ俺らをここから通す。出なきゃ力づくでも。おら、今更仕方か。なんか鳴ってるけど。なこら、妙な機械も出してねえで何とか言いやがれ。危ない。投げて。ん？いいから早く。彼女の言葉に気をされたのか、大和田くんは言われるままにモノクマを放り投げた。と次の瞬間、爆弾爆弾。何なんだよ。シャレになってねえぞ、爆発しやがった。痛みを伴う激しい耳鳴り、むせ返る火薬の匂い。爆発なんて映画やテレビじゃ当たり前かもしれない。だけど生で本物を見たのはもちろんこれが初めてだった。でも爆発したってことはあのぬいぐるみも壊れて。ほら、ぬいぐるみじゃなくてモノクマ。お、別のが出てきやがった。さっきのマジで俺を殺そうとしやがったな。もちろん当たり前じゃん、マジで殺そうとしたんだもん。高速違反するのがいけないんでしょ。今のは特別に警告だけで許すけど、今後は気をつけてよね。高速違反するような悪い子にはお尻ペンペンレベルの体罰は済まされないから。やばいよ。ねえ、ひょっとしてあんたみたいなのって他にもたくさんいたりすんの？うん、モノクマは学園内の至る所に配置されております。さらに学園内には監視カメラも配備されております。そして校則を破る者を発見した場合には今みたいなグレートの体罰を発動しちゃうからね。そいつはグレートだぜ。次からは外さないからそうならないように気をつけてね。めちゃくちゃだよ。最後に入学祝いとしてお前らにこれを渡しておきましょう。この学園の生徒手帳です。かっこいいでしょ。あ、いいね。欲しい欲しい。これ売ってないかな。売ってない、売ってたんだろうな。アニメとかやってる時はくそ、後からハマるとこういうの買えなくなるんだよな。電子化された生徒手帳、その名もなんと電子生徒手帳です。気を取り直して、電子生徒手帳は学園生活に欠かすことのできない必需品だから絶対なくさないようにね。それと起動時に自分の本名が表示されるからちゃんと確認しておいてね。お、じゃああのギャンブラーの子見れるじゃん、本名。単なる手帳以外の使い道もあるんでね。なんと、ちなみにその電子手帳、電子生徒手帳は感染防水で水に沈めても壊れない優れもの。耐久性も抜群で10トンくらいの重さなら平気だよ。詳しい校則もそこに書いてあるんで各自じっくり読んでおくように。お前ら、何度も言うけど校則違反を許さないから。知らん。ルールは人を縛りもするけど守りもするんだ。社会でも法律がないと平和は成立しないでしょ。それと一緒だから、違反者は厳しく罰する必要があるのです。なのに殺しを推奨するのか。ではでは、入学式はこれで終了となります。豊かで陰惨な生活、学園生活をどうぞどうぞってどうぞ楽しんでください。それじゃまたね。そしてモノクマを去っていった。呆然とする僕らだけを残して、君たちは今のを一体どういうものであると定義する？どうも何も全然意味わかんねえよ。え、ここで一生暮らせ、殺す。やだな。何なの、何なのよ。落ち着いて、みんな落ち着いて。とりあえず今の話をもう一度まとめてみましょう。あのモノクマとやらの発言によると、私たちには2つの選択肢が与えられたことになる。1つはみんなと共にこの学園内で期限のない共同生活を送るか、もう1つは、生きて出るために仲間の誰かを殺すでしたわ。そんな
殺すなんてそんな。いきなり拉致られて学校らしき場所に閉じ込められて、そんでいきなり殺しちゃうってこれ。ってこれ何なんですか。嘘だ、そんな馬鹿げた話嘘に決まってるじゃないか。本当か嘘かは問題ではない。問題となるのは、つまりこの中にその話を本気にする奴がいるかどうかだ。その言葉に僕らは再び押し黙った。押し黙ったまま互いの顔を見回していた。互いの胸の内を探ろうとする視線からはうっすらとした敵意まで感じ取れた。そしてそこで僕はモノクマが提示したルールの本当の恐ろしさを知ったんだ。誰かを殺した生徒だけがここを出られる。その言葉は僕らの思考の奥深くに恐ろしい考えを植え付けていた。誰かが裏切るのではという疑心暗鬼。こうして僕の新たな学園生活は始まった。でも期待に胸を膨らませてやってきたこの学園は希望の学園なんかじゃなかった。ここは絶望の学園だったんだ。プロローグ、ようこそ絶望学園。エンド。生き残りメンバー、減っていくんだ、これ。続く。改めて見てると結構えぐい殺し方ありそうだよね。交渉バッジをゲット。交渉バッジ？はい。ということでじゃあここで一旦区切りましょう。次回、一章かな？からやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。